こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。2023年3月2日に、ウェイン・ショータンさんがお亡くなりになってしまいました。非常に、残念です。ご冥福お祈りいたします。まあ、本当にね、グラミー賞を取ったばっかりでもう1回ぐらい見れるかなと思っていたので、本当に残念ですが、まずウェイン・ショータンさんはどんな人、記事で読んだけどどういう人なんかよく知らないっていう方に、ざざっとざっくり説明すると、現代ジャズサックスの最高峰の一人だと思います。で、映画音楽の制作者でもあったり、ウェザーリポートのリーダーの一人、二人なんですね、二人でやってるバンドだったので、スティーリー・ダンナの、ポップアーティストと共演しています。カルロス・サンタナさんっていうね、有名なギタリストとの共演もあったり、グラミー賞を13回も受賞してるんですね。本当にすごいと思います。ブラジルの声ミルトン・ナシメントさんを自分のアルバムで起用して有名にさせています。最後のアルバムはね、2018年に、発表されて2016年制作なんですけど、まあまだまだアルバムが出る可能性があったので非常に残念ですね。はい、ジャズサックスプレイヤーって言ったらですね、まずテナーサックスで、まあテナーサックスとソプラノを含めるんですけど、テナーサックスとソプラノだとウェイン・ショーターさん、ジョン・コルトエンが上がるんじゃないかなと思います。で、テナーサックスとしてはソニー・ロリンズさんもドンと上がると思います。つまりこう世界を見てもジャズの、テナーサックスって言ったら3本の指に必ず入る人だと思っても間違いないです。とってもすごい人なんですね。はい、それでは、少年期、青年期から時代を追ってずっとどういう経歴なのかを見ていきたいと思います。少年期、青年期ということでですね、まず1933年ニューワークっていう町に生まれます。ニュージャージー州なので、まあ、ニューヨークのすぐ本当にお隣さんぐらいの感じだと思うんですけど、そういった場所に生まれられて、一つ上にお兄さんのアランっていう方がいらっしゃいます。まあ、2人とも学校ではめちゃくちゃ変わり者だったらしくて、As weird as Wayne っていう、ウェインぐらい変わってるねっていうぐらいの言葉がみんなが使うぐらい、ウェイン・ショータさんって変わってた人らしいですね。まあ、で、アーツハイスクールってところに行って、まあ、18歳でクラリネットを買ってもらうらしいですね。で、ニューヨーク大学に行かれて、ニューヨーク大学ではオペラまで自分で書いてるんですけど、そのオペラっていうのがちょうどこの時期にバーンスタインさんがウェストサイドストーリーで出しちゃうじゃないですか。だから発表はしなかったみたいですけど、そういう同じようなストーリーだったらしいんですが、その、オペラの中で、できた曲っていうのがハンマーヘッド、ネリーブライ、ピンポンっていう曲、シンシアリーダイアナっていう曲ですね。これピンときた人はいるかもしれないですけど、アートブレイキージャズメッセンジャーズで全部録音されてます。この辺の曲が、もう作っていたってことなんですね。はい、ニューワークフラッシュって呼ばれて結構有名になります。まあ、ニューワークの先行ってことですね。ニューヨークの中ではもうあのニューワークにこういう先行がいるよということでですね、結構有名になってたそうです。でもやっぱり皆さんね、この時期本当に兵役に行かなきゃいけなくて、兵役に行くんですね。兵役に行くとすごいライフルがうまかったみたいで、で、こう、兵役が終わってもライフルの指導者として残ってくれないかっていうふうに言われるんですが、まあ、ホレス・シルバーさんからバンドに迎えられて、まあ、このバンドでいるからっていうことで申請書を出してもらって、無事退役することができたっていうことなんですね。で、コルトレーンとの出会いってことですね。ジョン・コルトレーンさんと、結構密接によく練習してたらしいんですね。さっきのホレス・シルバーさんと演奏してるところにね、奥さんのナイムがふっと現れてね、あなたのことは主人から聞いてるんです。ちょっと主人がお話ししたいって言うんですけどって言って、それからよくお家に呼ばれて、一緒に練習して、ナイムさんの食事を手料理もらうっていうことをよくしてたらしいですね。ジャイアントステップスの録音の前にね、一度一緒にライブをしようって言って、もうジャイアントステップス のアルバムに入ってる曲とかもその時にもうライブでやってるそうなんですね。相当可愛がられてたみたいですね。やっぱり才能をこうやっぱりこう見出されたんですよね、やっぱり。で、まあプロ入りしていくわけなんですが、ジョーザ・ミヌルさんと出会います。これは後々、ウェザーリポートというバンドを2人で組んでいくんですが、この時は本当にまだジャズをやっていて、で2人でよくつるんで遊んでたそうです。で、ザビヌルにですね、ファーガソンバンドのオーディションを受けた方がいいよって言って勧められて、ファーガソンバンドの、1位になるんですね。ビッグバンドになって、もうこれもうすごいもう大抜擢ですよね。で、トロントのジャズフェスティバルでファーガソンバンドで出てる時に、こうステージのところにリモンがブワーって走ってきて、おいお前メッセンジャーズに入りたくないかっていうふうに言われるらしいんですね。で、いや入りたいですって言ったら、そしたらまだ入ったばっかりじゃないですか。なので、いやでも僕入ったばっかりなんで、言ったらブレイキーが、じゃあ俺が掛け合ってやるって言って、ファーガソン直接にですね、アートブレイキーがですね、お前のバンドにこのウェインっていうのはそんなに必要ではないだろう、俺のバンドにはすごい必要なんだ、よこせっていうふうに言ったらしくて、ああ分かったと。まあ一応もうね、ビッグバンドの一員っていうことですから、アドリブの要素っていうのは少ないわけじゃないですか。だから、あ
まあそれならいいよっていうふうに言っていただいたそうですね。すごいエピソードだと思うんですけど。でブレイキーバンド時代はもうアートブレイキーということですね、僕も大好きなドラマーの一人ですが、アートブレイキーバンドに、アフリケインっていう1959年のアフリケインから録音参加します。皆さんがよくご存知のモーニンってアルバムのちょっと後ですね、その次ぐらいな感じなんですけど、だからもうアートブレイキーはもうモーニンでもうものすごい有名になってね、リー・モーガンさんが入ってモーニンでめちゃくちゃ有名になってあったところだったので、もう本当にもうゴントンっていうもう大抜擢ですよね。で1960年にはアイリーン中上さんと結婚ですね、まあ、日系の方だそうですが、まあ3年間ぐらい結婚したのかな。で結局お別れになって中上さんはですね、この後俳優さんと結婚するんですね。スターウォーズシリーズのハンソロの友達のランドっていたじゃないですか、あの役者さんと、ご結婚されるんですね。すごい魅力的な方だったんだと思います。1961年に、お二人の間に宮子さんという娘さんが誕生しています。この宮子さんのために書かれた宮子っていう曲がありますので、これ結構ミュージシャンちょいちょい演奏しますね。インターストラクティブルってアルバムまでの間ずっと参加してます。僕の知る限りね、19枚の CD に参加してるんですね。僕は全部持ってるんですけど、他にあったらぜひ教えていただきたいなと思います。ザザッと読み上げますね。1959年アフリケインでしょ。で、ストックホルムのライブ版と、1960年版はですね、ビッグビート。で、チュニジアの夜、すごい有名ですね。Like Summer in Love、これも非常にいいアルバムですね。ジャズコーナーって言われてるアルバムの2枚組のアルバムですね。で、フリーダムライダー、ルーズ&ハーブス、ウィッチドクター、有名な曲ばっかりですね。オリンピア、ライブのオリンピア、これもよく聞きました。ジャズメッセンジャーズって書いてあるんですね。モザイク、これもすごいいいアルバムですね。ブハイナーズデライト、これもまあよく聞きましたね。やっぱりブレイキーはやっぱりよく聞くんですね、僕も。スリーブラインドマイス、まあ、これもう死ぬほど聞きましたね。これ参加なんですね、ここら辺からね。キャラバン、このアルバムも非常にいいですよね。で、ウゲツ、1964年、フリーホール、今日音って書いたやつだと思うんですけど、一番最後のアルバムのインターストラクティブルっていうアルバムまでですね。はい、もしご存知だったら他にも参加してたのとぜひ教えていただきたいと思いますが、もうアートブレイキーバンド時代に19枚のアルバム、しかも彼の作曲の曲非常に多いですから、ただ演奏自体はまだまだヤングコルトレーンと言われてるんですね。まあ、やっぱコルトレーンが一つ先輩ですから、コルトレーンが有名になりすぎちゃってたから、だからヤングコルトレーンというふうに言われます。ブレイキー自体がね、頑張れヤングコルトレーンというふうに言ってこう焚きつけてたっていうふうに言われますね。でリーダーアルバム自体はもうこのブレイキー時代、まあやっぱり有名なバンドに入るとやっぱりレコード会社と契約しますから、リーダーアルバムっていうのが、かなり出ています。これも僕も全部持ってますけど、BJ 時代ですね、イントロデューシング・ウェイン・ショーター、一番最初の肖像作になりますね、イントロデューシング・ウェイン・ショーター。で、セカンド・ジェネシスっていうアルバムですね。このセカンド・ジェネシスってアルバムは僕が浜崎渡るくんと対談した時に彼がものすごくおすすめしてた、ショーターの中で一番好きだって、録音状態がいいふうにっていうふうに彼はすごく言ってましたね。で、ウェイニング・モーメンツ。この辺が BJ っていうレーベルから出てたやつですね。この後ブルーノートに移籍します。ブルーノートに移籍したもうナイトドリーマーってアルバムですね。これめちゃくちゃ有名ですね。これはセッションでもよくやる曲がたくさん入っていて、ナイトドリーマー、そしてジュジュですね。この辺りの曲もね、一番新生のアコースティックバンドの時にすごくやってるので、非常にいい曲がいっぱい入ってますね。まあ、作曲家としても優れてるんですよね。スピークのイービル、この辺りもすごくよく聞きましたね。ここ辺りも、セッションでよくやる曲が入ってます。ザ・スース・セイヤー、これはもうね、3巻でかなりガチガチにアレンジされてた結構難しい曲が入ってるんですが、ちょいちょい演奏でよくやる。エトセトラ、これもね、結構マニアックな曲がいっぱい入っております。はい、ジオールスインガイ、これもですね、まあ有名なアルバムですね。もう有名って全部有名なんですけど、でアダムスアップですね。ここはフットプリンツの初演が入ってますね。で、スキッツオフリニア、でスーパーノバですね。これはかなりフリーなアルバムですね。これは僕はこのアルバムのジンジがすごい大好きでよく、言ってますね。モトグロソフェイオ、アマゾン川という意味らしいですが、こういうアルバムとオディッセイオブイスカですね。これはイスカさんっていう2人目の奥さんの娘さんのために作られた曲ですね。で、コロンビアにまた移籍しまして、で、ネイティブダンサー。これがさっき一番最初の冒頭に言ったミルタン・ナシメントさんを起用したアルバムですね。ネイティブダンサー。アトランティス。ここはもうかなりフュージョンサウンドになってきてますけど、アトランティス。かなり大作ですね。ファントム・ナビゲーター。
これはもうあのコロンビア、の中のジョイライダーのこれ3部作みたいな感じで僕は考えてます。これあのサンタナさんとの、まあ、あのリーダー相当リーダーアルバムとして出しているアルバムなので、モントリジャズフェスティバルでサンタナさんと一緒に演奏しているやつですね。カンストラサンタナとの共演で、バーフにまた戻ってですね、でハイライフってアルバムを出します。これはもうかなり、もうフュージョン、思いっきりフュージョンって感じです。グラミー賞なんですけど、このアルバム自体あんまり売れなかったみたいですね。でハンビア・ハンコクさんとの共演ですね、ワンエンドワンですね。これアウン・サン・スー・チーっていう曲が入ってまして、これはあのアウン・サン・スー・チーさんのね、ことを書いた曲なんですけど、これがグラミー賞を取っています。でライブ版のフットプリンツですね、これめちゃくちゃ有名です。もうこのアルバム来て感動しまくります。でアレグリア、これがあのアレグリアはあのライブバージョンじゃなくて、これがスタジオバージョンですね。あ、ビヨンド・サウンド・バリアはこれはライブバージョンですね、ライブアルバムですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。これはグラミー賞を2つ受賞しています。でブルーノートに戻ってからまたウィザウト・アネットっていうのと、でこれが一番最後に撮ったグラミー賞の曲が入ってるエマノンですね。これもアルバムの受賞と確か曲の受賞を両方しているはずなんですが、このエマのですねアコースティックカルテットで、最後録音されています。2016年ですね、録音されたので、発表は2018年になっています。まあリーダーはかなりこう時系列ザーって先に進んじゃいましたけど、アートブレーキから結局マイルスバンドに移行するんですね。マイルスさんはこの当時自分にフィットするテナーサックスをいろいろ模索していて、サム・リバースさんとかジョージ・コールマンさんを入れて、実際それはアルバム残ってるんですけど、ずっとウェイン・ショータさんを入れたかったみたいなんですね。もちろんトニー・ウィリアムスとか、ハービー・ハンコックも一緒に演奏してたので、まあ彼らのおすすめもあって、でアートブレーキと契約もあるし、なかなか抜けれなかったんですけど、とうとうマイルスバンドに入ることになります。まあアートブレーキバンドとマイルスバンドを得てるわけですから、もうトップクラスのテナーサックスというもう称号ですよね。で、マイルス・イルン・ベルリンっていうアルバムから、まあ、ライブアルバムから参加します。でプラグド・ニッケルとかですね、これもライブアルバムがあるんですけど、まあ、第2期黄金クインテットっていう、メンバーになります。このメンバーが、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、ピアノがハービー・ハンコック、ベースがロン・カーター、ドラムがトニー・ウィリアムス、メイン・ショーターというメンバーになります。でスタジオ版4枚を撮っていますね。ESP、マイルス・スマイルズ、ネフェルティティ、ソーサラ、このようなアルバムは非常に有名ですし、ここでもウェイン・ショートさんは自分の楽曲をたくさん提供されていますね。1966年2つの不幸があります。お父さんが亡くなられるのと、アリーン・中上さんとの離婚があるわけですね。まあこの父の死と、アイリンさんとの離婚で、やっぱ酒の量が増えて、バンドの首をほのめかされているそうですね。かなり酔っ払ってぐちゃぐちゃな状態でステージに上がってたみたいで、で、アナマリアさんと結婚されます。アナマリアさんの写真なかなかなかったんですけどね、なんとか見つけましたね。アナマリアさんと結婚されめちゃくちゃ綺麗な方ですよね。アナマリアさんはブラジル系での方なので、おすすめもあってこのメンバーを紹介してもらって、まあ、ミノスラブ・ビトスね、ベースのあの後でウェザーリポートと一緒にあるベースと一緒にこのスーパーノバってアルバムを作っています。このアルバムのスーパーノバではですね、僕このアルバムめちゃくちゃ大好きでよくご紹介してるんですけど、ジンジーって曲が入ってるんですね。で、ベース弾きなんですけど、この時はギターを弾いてるウォルター・ブッカーさんとマリア・ブッカーさん。このマリアさんは、アナ・マリアさん の、ご姉妹の方ですね。ウォルター・ブッカーさんと、ウォルター・バックさんの奥さんの、この二人はものすごくおしどり夫婦みたいな仲良かったんですけど、このアルバムの時にはもう離婚が決まっていたみたい で、こう歌を歌ってる途中にこのマリアさんがちょっとむせび泣くところがものすごい泣けるんですけど、ぜひ聴いていただきたいかなと思います。まあ彼女は離婚された後、ジョン・ルシアさんというボーカルと再婚されています。でクロスオーバー自体ですね、マイルスバンドは結局そのアコースティックバンドでやってたところで、こう電気楽器が入ってくるってことですね。でビッチェズブリューってアルバムあたりですね、このあたりぐらいからやっぱりこうトニー・ウィリアムス、ロン・カーター、ハービーあたりは抜けていくんですね。インナーサイレントウェイとかキリマンジャロの娘あたりまでは参加しています。1960年にですね、娘のイスカさんがアナ・マリアさんとの間に誕生されるんですが、まあ、生まれて間もなく最初のあのワクチンを打った時にやっぱ調子が悪くなって、でその後ずっと障害を持った状態でずっと育っていかなきゃいけなくなって、まあ、そういったこともやっぱり結構あったみたいで、で、まあ、自分のバンドの活動のためにっていうことでマイルスバンドの脱退を告げることになります。
まあ、5年間ですね。意外と長い、もうずっとやってんのかなと思ったら、残席期間って5年間なんですね。この間に撮ったアルバムっていうのはもう本当繰り返し聞かれるので、ジャズってそういうのはすごいなと思いますね。で、まあ自分のバンドをどういうふうにするか、まあリーダーバンドをやっていたっていうのもあるし、で、まあその中で、ウェザーリポートっていうともうこのメンバーってイメージがあると思うんですけど、一番手前がドラムのピーター・アスキーさん、右側がベースのジャコ・パストリアスさん、で左側がジョー・ザ・ミヌルさんで、奥がウィン・ショタさんですね。この4人のウェザーリポートっていうのは、もうここのイメージがめちゃくちゃ強いんで、わざとこれを、選ばせていただきました。ウェザーリポートっていうのを、ジョー・ザ・ミヌルさんと2人で作ろうと。で、この時は本当は3人ですね。だからベースはここに入ってなくて申し訳ないんですけど、ミノスラブ・ビトスさんですね。の3人で作ったバンドで、で、バンド名なんかつけようってことで、ウェザーリポート。あ、いいんじゃない？ちょっと軽い感じでやろうよっていう形になって、ウェザーリポートっていうバンドがスタートします。で、ジョー・ザ・ミヌルさんとミノスラブ・ビトスさんとのバンドの3人リーダーのバンド結成になります。1971年、私の生まれた年に、コロンビアからファーストアルバムが販売されています。で、72年に、まあ、ハービーに勧められて、ロサンゼルスに移住していますね。やっぱニューヨークだとどうしても大変だし、まあ、イスカさんのこともあるじゃないですか。なんか要領のためにロサンゼルスに移住して。で、ウェザーリポートもいろいろあるんですけど、この、ベースがやっぱりエレキベースにだんだん変わっていきたい。でも、ビトスさんも弾くんですけど、やっぱもっとこう、グルーブする感じ、要はジャズみたいな感じで、こうみんなでジャズでこうお互いがこうインスパイアされながら弾く感じのスタイルからベースをずっとグルーブさせるっていう、このアルフォンソ・ジョンソンが参加することによってサウンド感がガクッと変わったって言われてますね。本人もやっぱりすごく言ってますね。で、まあ、個人サウンドのネイティブダンサー、これですね、あのミルトン・ナシメントさんがと出されたのはこのウェザーリポート時代ですね。ドラマーがコロコロ変わるということですね。アルフォンソ・ジョンソン自体はですね、まあ固定なんですけど、ドラムがなんかしっくりくる人がいないと。で、だからツアー回って飛行機降りたところでじゃあさようならって次のドラマが来てるっていう状況が多かったらしいですね。で、ベーシストにとってみてですね、要はドラムが変わると自由にできないじゃないですか。だから結局タイムキープばっかりになっちゃって、やっぱり結構嫌気がさしてたらしいんですね。で、まあチェスター・トンプソンが入ってちょっと安定するというか、まあ、チェスタートンプソンは本当素晴らしいですね。僕はまあフランクザッパの時のチェスタートンプソンは大好きなんですけど。で、1976年にジャコ・パストリアスが入団してヘビーウェザーですね。この時にドラムが、しばらくピーター・アスキーさんで固定されます。このヘビーウェザーっていうのがもうメガメガヒットしてますから、まあ、ここのイメージが強いんじゃないかなと思います。で、VSOP 結成ですね。VSOP っていうのは何かって言った、まあ、この当時フュージョンが流行ってたじゃないですか。だけど、ニューポートジャズフェスティバルで、まあ、ベリースペシャルワンタイムパフォーマンスということで VSOP ですね。もう今回1回だけこのニューポートジャズフェスティバルのためだけにハービーのリーダーなんですけど、マイルスのバンドの時のメンバーですね。で、マイルスの代わりにフレディが入っていて、で、ウェイン・ショータさん、で、ハービー・ハンコックさん、で、ロン・カーターさん、で、トニー・ウィリアムさんっていうメンバーでやったんですね。これがやっぱり大当たりしたんで、これからアルバムをどんどん作っていくことになります。でこの当時もう全体ジャズの全体が電子音楽に全部移行しているので、こういうアコースティックなジャズの演奏っていうのがやっぱりものすごくこの当時やっぱ渇望してた人がいたみたいで、ものすごいこうムーブメントが起こるわけですね。かなり売れたバンドですね。で、フレディは、まあ、トニー・ウィリアムスのドラムが大きすぎるって言って喧嘩別れして、そこからウィントン・マルサリスさんが入ってくるわけですね。これでウィントン・マルサリスさんを起用したことで、ハービー・ハンコックさんが今度はウィントン・マルサリスの一番最初のリーダーアルバムね、初リーダーアルバムを、ハービー・ハンコックさんがプロデュースして出しています。この時ですね、プラグのニッケルを持ってウィントンさんがショーターの家を訪ねてきたらしいんですね。で、これを一緒に聴いてくれませんかみたいな。で、一緒に聴いたことによって、この顔がこう動くところとかで、勉強するということで、本当にもう、ジャズが大好きでジャズを勉強してるって感じの状態の、ウィントンさんがやってきたそうですね。まあ、で、イスカさんの状態が悪くなって、ウェインさんは、ここで VSOP も、脱退することになります。ウェイン・ショータさんとハービー・ハンコさんって創価学会じゃないですか。で、創価学会の関係でティナ・ターナーがですね、まあ仲良かったらしくて、で、旦那さんの問題があって、ティナ・ターさんがお家にこう逃げ込んできてるらしいんですね。だからティナ・ターさんと同居してるんですよ。すごくないですか、こう。で、映画音楽をこの当時ですね、やっぱ担当してます。だから、まあ職業としてもちろんミュージシャンなんですけど、映画音楽の担当をしていて、で、まあ映画でラウンドミッドナイトっていうジャズの、映画がありますね。それの映画を担当していて、コールシートブルースっていうのは、ウェイン・ショーターさんが、
提供した曲でグラミー賞を取っていますね。で、摩天楼を夢見てとか、この辺僕リアルタイムで見てますね。逃亡者とか見てますね。代理人とかですね、この辺の映画音楽を担当されています。見た方もいらっしゃるんじゃないですかね。で、ポップミュージシャンともこの時代ねずっと共演していくんですね。ジョニー・ミチェルさんとか、ドンファンのジャジャウメ娘とか、ドッグイートドッグとか、ミンガスとか、チョークマークインザレインストームとか、この辺のアルバムで、参加してます。ティーリダンさんはもう有名ですよね。エイジャーっていうアルバムで、エイジャーっていう曲ですね。あれのサックスソロめちゃくちゃかっこいいですよね。ドラムがスティーブガットですね。暴れてる、ドラムとサックスが暴れて絡んでるとかめちゃくちゃゾクゾクしますね。で、エリス・レジーナと出会ってるんですね。まあ、エリス・レジーナっていうのはブラジルのもう超有名、ボーシンガーなんですが、まあ、お互いが自宅で夫婦で滞在したりとかしてて、さあアルバムを作ろうっていう時に、エリスさんは、お薬の対応で、亡くさられてしまいましたね。これはぜひ聴いてみた方ですね。で、1982年ジャコとピースタースキンが、まあ、脱退していきます。で、まあ、このあとワード・オブ・マウスをジャコがリーダーで作るんですが、これも、参加してますね。ウェイン・ショータさんはね、まあ、結局イスカさんは、かなり早くにお亡くなりになられてしまって、まあ、かなり失意ですよね。で、スポーティンライフっていうアルバムを最後に、メンショータは抜けるということですね。結局でもその後もう一枚アルバムの契約が残ってたみたいで、それで無理やり慌てて作って This is this、 これはこれだよねっていう名前ことですよね。これが、最後のアルバムになって、最後の楽曲提供になっているそうですね。で、ウェザーリポート脱退後、アトランティス発表なんですけど、これがですね、ウィントン・マルサレスの新伝承派っていうことですね。ウィントン・マルサレスさんはさっき VSOP に出てきた人で、どういう人かというと、クラシックの部門でもジャズの部門でも同時にグラミー賞を取ってる方なんですね。なので、ものすごいその当時、力を持った方で。で、彼の考え方っていうのは、マイルスの後期あたりからクロスオーバーっていうの、電気音楽が始まっていくじゃないですか。で、ジョン・コルトレーンが脱退してジョン・コルトレーンはフリージャズを作っていくじゃないですか。アンチ電子音楽、アンチフリージャズを掲げるわけですね。もともとジャズっていうのはアコースティックな楽器で、アコースティックに演奏して温かいもんであると。それをミュージシャンたちは電気音楽とフリージャズに魂を売ってしまったから、そうではなくて本当のジャズっていうのはこうやって発展していくべきなんだよっていう形をこう唱えるわけですね。それがものすごくムーブメント人気だったので、で、アトランティスっていうフュージョンのアルバムなので、なんかやっぱりあんまり売れなかったみたいなんですね。で、ウィンド・マルサレスさんは、まあ、ブレイキーバンドで1981年に入団していて、まあ、82年はテネスと交代されてるんですが、ハビ・ハンコクの、プロデュースでデビューしてからこのような経歴をたどってる方ですね。今はジュリアード音楽院の一番偉い方になっております。で、1986年はお母さんのルイーズが亡くなっていて、で、アナの結婚生活がかなり波状しているというか、まあ、娘さんが調子悪かったじゃないですか。で、奥さんは障害を抱えた娘さんとずっと2人で過ごしている間、旦那さんはずっとツアーを回ってるわけじゃないですか。この当時はスマホがあるわけでもないし、携帯電話があるわけでもないので、本当に半年ぐらい顔を見ない、たまに手紙が届くぐらいしかないわけじゃないですか。そういう状況なので、やっぱだんだんミュージシャンでこの当時やっぱ結婚生活にひびが入ることが多いですね。で、まあアナさんはアルコール依存をしていくということになりますね。で、1986年、ファントムナビゲーターで、テリリン・キャリントンさんですね。もう素晴らしいですよね。女性のドラマーですが、ここで起用されます。ジョイライダーですね。1988年ツアーから帰ったら、ゲートのところでアナがキャロライナという女性を連れて迎えに来てるわけですね。で、この人とすごく馬があって、この人と一緒に住んでるのっていう話をして、キャロライナが一緒に住むことによって彼女のサポートで2人はアルコール依存問題をね、2人ともアルコール依存だったんで、解決していくということで、非常に、いい女性ですよね。そこでサンタさんとのツアーの話が来て、で、1991年はマイルスが亡くなる前の最後のコンサートですね。それをパリのコンサートに呼ばれて演奏していきます。で、まあ数年間はこの後ツアーはせずに作曲に励んでいて、1995年にハイライフっていうアルバムを出します。あまりの対策のためにですね、もうオケとかも入って、で、ハイライフってアルバムの曲いくつかやろうかなと思ったんですけど、本当にずーっとこう繰り返してないんですよ。ずーっと作ってもクラシックみたいに作り上げられた、組み込まれた音楽なので、まあ、ジャズの人は普通取り上げられない感じになってしまうんですが、でもいい曲いっぱい入ってますね。で、ツアーはまあかなりミュージシャンとの圧力があって、いろいろひどかったらしいんですね。1996年ですね、アナ・マリアさんがですね、なんか旅行に行くのにファーストクラスにグレードアップしてもらったって喜んだ
連絡が来てたらしいんですけど、その飛行機がそのままですね、墜落して全員を亡くなるという事故に巻き込まれてしまいます。人生ね、他人からパッて見るとね、音楽でも何もかもできて、全てをこう、なんかこう全部自分で作っていく状況でいて、美人な奥さんがいて、お金もあってみたいな感じなんですけど、やっぱり娘さんが障害を持ったりとか、奥さんがこうやって事故で亡くなられたりとか、やっぱりものすごいこう苦悩をされてるんですね。ワンプラスワン、ハービー・ハックさんとのデュオアルバムですね、を作っています。これだからね、さっきアウン・サン・スー・チーで、グラミー賞を取ってます。で、まあ、1999年、まあ、そのままキャロライナさんですね、先ほどの、サポートしていただいたキャロライナさんと再婚することになります。キャロライナさんはだいぶね、こんなのでこう私再婚しちゃったらすごく悪く言われるんじゃないって言ってかなり躊躇してたそうですが、やっぱりものすごくこう家庭的な人だったんでしょうね。多分娘さんでマリアナさんと息子さんがマックさんが生まれたばっかだったと思うんですけど、これあまり記述がないんですね。でも多分このお二人の間にはこうお子さんが二人生まれてるっぽいですね。もしご存知の方いたら教えてください。アコースティックバンド再開ということになるわけですね。で、2001年にアコースティックグループですね。もうメンバーは皆さん言わずと知れたダニーロ・ペレーズさん、ジョン・パティッチさん、ベース、ブライアン・ブレードさんですね。もうここから亡くなるまでずっと、このメンバーで活動していきます。これは余談なんですけど、僕の元弟子 の鈴木ひろのりくんが言ってたんですけど、どうも僕の元弟子の鈴木ひろのりくんはこの3人のワークショップを受けてるんですけど、どうもこの、リハの時本当はピアノは、ダニーロ・ペレーズさんと、ブラッド・メルトさんがいたらしいんですけど、ブラッド・メルトさんがなんか遅刻してきたらしくて、で結局ダニー・ロペレードさんになった。ブライブ・ランブレードさんの時に、この時テリリン・キャリントンさんも一応上がってたみたいですけど、自分のサウンド的にもやっぱブライブ・ブレードさんが今回っていうこと、こうやりたいことにマッチしてるんじゃないかってこのメンバーになったそうですね。だからもしかしたらテリリン・キャリントンさんとブラッド・メルトさんのランのバンドになってたかもしれない。で、アレグリアっていうアルバムで、これで初めてのこうスタジオアルバムの録音をしていますね。で、この後、ビヨンドザ・サウンドバリアっていうやつが、ライブアルバムで、あと2枚、今度はブルーノートに移籍して、このメンバーで録音をしています。グラミー賞受賞してますからね。という具合の流れでございました。ものすごい長い経歴でしたが、でも、すごいですよね。もう本当に、本当にすごいと思います。コルトレーンと一緒に練習をしていた、でアートブレイキーバンドに入った、マイルスバンドに入った、もうでフュージョン系のマイルスのバンドにもいて、ウェザーリポートのフュージョンをこう作っていって、でアコースティックバンド、全てが歴史に残る演奏になっているので、本当にもうすごいことだと思いますけど、で彼の場合演奏もさることながら作曲能力がすごくて、やっぱりミュージシャンはショーターさんのサウンド好きですから、ショーターさんの曲をものすごく扱うこと、ショーターさんの曲をものすごく扱うことが多いです。僕もたくさん演奏していますね。なのでそういったわけでウェイン・ショーターさん、ぜひ気に入ったら、今日ご紹介したアルバムのなんか1枚ポッと手に取ってみてですね、あ、こういう時代、アートブレイキーさんの時代はもうハードバップの最高峰って感じですね。でマイルスの時代になるとちょっと抽象的なジャズって感じで、フュージョンみたいな、フュージョンもその、ウェザーリポートの初期の頃はまだこうちょっとフリージャズの半分入ったような、で電気楽器が入ってちょっとこう宇宙を感じさせるような演奏ですね。そこからだんだんこうグルーブ、アルフォンソ・ジョンソンさんが入った頃あたりからグルーブする感じ、あの辺あたりから本当に今のフュージョンサウンドになってきますね。で最後にアコースティックバンドっていうのはもうフリージャズみたいに聞こえるけど現代的なジャズの最高峰ですね。ものすごくちょっと最初はとっつきが悪いかもしれないですが、ものすごい興奮する、音楽だと思います。素晴らしい、音楽を作成していただいて本当にご冥福をお祈りしたいと思います。というわけで皆さんぜひ、ショータさん聞いてください。本日は最後までご視聴ありがとうございました。